八重洲西バスストップの堀線八いずにバスストップ、下り線八重洲西バスストップは、静岡県八重洲市小戸の東名高速路線上に位置するバス停である。バス停名は、各社共通で、東名八い西。に1974年4月26日、静鉄ジャストライン特急静岡お前崎線が、開業し、停車バス停となる。2011年3月4日、静鉄ジャストライン。 静岡大阪線が開業し、停車バス停となる。2018年3月31日2014年8月2日より、博多、富士山エクスプレスの停車バス停であったが、道路線の運行終了により、停車バス停ではなくなった。2018年7月3日バス停に安全策が新設される。同時に、手すりの工事も行われた。近くに、西会津駅があり。 透明高速のバス停としては、比較的乗り換えの利便性が高い。静鉄ジャストライン路線バス、50階、大隅線の透明焼津西バス停が、焼津西バスストップの出入り口そばにあるが、このバス停を経由するバスの本数は、非常に少ないのみのため、高速バスからの乗り継ぎにはほぼ使えない。ありがとうございます。